ビジナダとは、クロアチアの基礎自治体である。イストリア半島西部に位置し、ポレッチからは北東に 17km の距離になる。標高は 40m で、主要な経済は農業。ビジナダには、以下の集落が存在し、2011年の段階で、全体人口は1155人である。ローマ法王がポレッチの司教に権限を付与したことを示す文章によれば、 最初の教区は1177年に設置されたという。ビジナダは、ブイエプーラ間の幹線道路とポレッジに向かう、地方道路の交差する地点に位置する。死の祭典、民謡の祭典、および聖マリアと聖バレンタインを称える祭典など、伝統的なイベントが毎年行われる。 ビジナダの街並みは1970年のアメリカ映画、戦略大作戦の撮影に使用された。映画では、第二次世界大戦中の西部戦線が描かれ、主人公のケリーラはひょんなことから、ドイツ国防軍が1600万ドル分の近海を、前線の向こうにある、小さな町、クレアモントの銀行に隠していることを突き止め、これを強奪するために前線を越える。 タイガー戦車115号車の戦車長との決闘が行われた教会前広場など撮影当時の面影が街の至るところに残されている。ありがとうございます。